和製ベーブルース覚醒。2021年一軍出場なしから打って変わって、2022年はキャリアハイの成績を残すまで大きな成長を遂げた男、清宮幸太郎選手。若手の起用と育成を掲げた新庄ビッグボスの中で試合に出続けた結果、129試合出場で自身初の規定打席に到達。打率こそ2割2分を下回ったものの、18本塁打55打点はいずれも自己最多かつチームトップの成績を記録しました。しかし高校時代に1年生から甲子園で活躍し、大注目の中で鳴り物入りでプロ入りした彼の素質と才能からすると、もっともっと活躍してほしいという声は有識者や関係者はもちろん、ファンからも多く聞こえてくるところ、それだけ清宮選手に対する期待の大きさがうかがえます。清宮はまだまだこんなものじゃないということで、今回は清宮幸太郎選手の2022年シーズンの活躍を振り返りながら、2023年さらなる飛躍を遂げるためのポイントについて深掘り考察していきます。2022年の活躍。まずはじめに2022年の清宮選手の打撃成績の主だったところを簡単に振り返っていきましょう。129試合出場、打率2割1分9厘、18本塁打55打点、出塁率3割5厘、得点圏打率2割2分5厘、三振 113、 OPS734、 自身初の規定打席に到達するなど、キャリアハイ、ホームランと打点に関してはチームトップの成績を残しました。一昨年の一軍出場なしからここまで大きな飛躍を遂げた理由として、大きく変わったことの一つに体型の変化が挙げられています。秋季キャンプに視察に来ていたビッグボスから減量を提案され、本人は痩せることで飛距離の減少も懸念していたようですが、今までの自分を変えるために肉体改造を決意。約2ヶ月で9キロの減量に成功すると、スイングにキレが増したと言われており、周囲からは見た目が変わったと言われますが、やるからにはそれくらいやりたいし、誰がどう見ても変わったなと言われるようにしようと決めていました。やっぱり動きやすいですよと本人も語っているほど、減量の効果は確かにあったようです。さらにオフシーズンはソフトバンク柳田悠岐選手に自ら弟子入りを志願し、球界屈指のスラッガーと寝食を共にしながら教えを請いました。目の前で柳田さんも一緒に練習してくださいますし、質問にも本当に丁寧に答えてくださるので、本当にここに来てよかったなと思っていますと本人が語るように、師弟関係は良好で、その様子は昨年のオールスターゲームのホームランダービーでも見せてくれました。そして忘れてはならないこととして、様々な OB、解説者が口を揃えて言うのが新庄監督の存在。若手育成のために多少調子が悪くても、チームが勝てなくても我慢して使い続けるということは、結果が重要視されるプロの世界ではなかなかできることではありません。そんな様々な人の支えと本人の努力によって、清宮選手は2022年に大きな成長を遂げました。一方で同学年であることから、ヤクルトの村上宗隆選手と比較されることも多い清宮選手、共にプロ入り時から期待の大きかった選手だけに、清宮はまだまだこんなものじゃないと思ってしまいますよね。それではここからは、昨シーズンの清宮選手の試合データをベースにしながら、様々な有識者の目から見た課題について一緒に見ていきたいと思います。課題1、三振。まずは三振について。昨シーズンの清宮選手の三振数は113。これはパリーグ5位の多さで、三振率は約 24.5% です。三振数1位の楽天浅村英人選手は 21.6%、 同学年であるヤクルトの村上選手は 20.9% と、ホームランの多い長距離バッターは比較的三振が多い傾向にはあります。しかし元日本ハムの岩本勉氏も YouTube に出演された際に、清宮選手の課題に三振を挙げていて、岩本氏は、清宮選手の課題はスコアブックで言うと三振だと思ってます。でもそれを恐れすぎると残念な凡打も増えてしまう。だから同じ三振をするのでも、ホームランを匂わす三振であってほしいですねと語っていますし、高木豊氏は自身の YouTube チャンネルで、凡打の仕方を考えないと一流のバッターになれないよと語っています。というのも、清宮選手は形にはまった時には綺麗にホームランを打つけれど、はまらなかった時に情けない体勢での三振をしてしまう。それだと期待感がなくなってしまう。みんなに愛され、みんなに応援してもらおうと思うんだったら、凡打した時でも次は何とかしてくれるんじゃないかというような期待感を持った終わり方をしなきゃいけないと語っています。確かにプロとして応援される選手としてもそうですし、選手としても相手バッテリーに三振してもスイングだけでプレッシャーを与えるようなレベルにはまだ至っていないのかもしれません。来シーズンは清宮選手の三振数もそうですが、三振の仕方にも注目していくといいでしょう。課題2、
高めのコースに弱い？続いては清宮選手の得意なコースと苦手なコースについて。先ほども登場した高木豊氏は岩本勉氏との対談の中で、清宮選手はローボールヒッター、昨年のホームラン映像を見たらわかるよ、確かに高めも打ってはいるけど圧倒的に多いのはベルト付近から低めだからね、だけど彼はまだ自分が高めと低めどちらを狙うかというところが分かってないような気がするんだとおっしゃっています。この指摘について実際どうなのか、清宮選手のコース別の打撃成績をデータで見てみると、確かに真ん中低めが打率もホームラン数も一番高いことが分かります。データで見る限り苦手と評価された高めの打率は確かに高くはなく、真ん中高めは少し打っていますがホームランが多いわけではありません。逆に苦手なのは三振の多いインコースと低めのボール球と言えるでしょう。高木豊氏は同じ動画で、高めを打てばよく飛ぶということは彼はよく知っていると思う、でも彼のバット軌道とフォローから考えると的確に捉えるのは低め、それが彼の持っている他の人にないもの、ピッチャーはどこに投げたいかというと低めですよね、低めの方がボール数にしたら圧倒的に多いんですよ。もちろん高めの失投を捉えるのもいいバッターなんだけど、ピッチャーが投げたいところに投げたのにそれを打ち返せるというバッターなんだよね清宮は、と評価しています。そう考えると来シーズンは高めには手を出さず低めに的を絞りながら、低めの甘い球とボール球をしっかりと見極めていくことがポイントになってきそうですね。課題3、得点圏に弱い。続いては得点圏打率です。いわゆるチャンスに強いかどうか、勝負どころで打てるかどうかです。昨年の清宮選手の成績を見ると、ホームラン18本中ランナーなしのソロホームランが12本、得点圏打率2割2分5厘とランナーがいる状態でのバッティングには課題が残ると言えるでしょう。やはりチームのクリーンナップを任せられるような中核を担うバッターには、ここぞという場面で打てる勝負強さが求められます。これについては2022年まで日本ハムでコーチを務めながら、実際に清宮選手の成長を見守り指導してきた金子誠氏が次のように語っています。清宮選手は調子のいい1週間があると3週間悪い期間が来るんですよ。だから何とかして悪い時期を短くしてあげられないかということを考えていました。一つのミスに弱くて、例えば調子がいい時に一つ負けに直結するようなエラーをしてしまったら、ずっと調子が良かったのが見るからに調子が落ちてしまうようなところがある心の部分だと思います。その性格についてよく優しすぎるということも言われがちな清宮選手ですが、実際に毎日指導していたコーチが感じているようにメンタル面の課題はあるようですね。ランナーが得点圏にいるチャンスの場面でこそ平常心で打てることが得点圏打率の向上につながってくるでしょう。ただこれについては清宮選手も自覚があるのか、直近2月のオープン戦で今季初ホームランを打った際に喜びが控えめな様子だったことが話題になり、インタビューに応じると、ホームランを打ったのは嬉しかったです、でも1本打って一喜一憂しないようにというか、当たり前だよくらいの選手にならないとダメだと思う、そういう意識はありますと答えており、打って当たり前という境地に行かなければならないことは本人も考えているようです。メンタルのことばかりはファンがやいのやいの言うことはできませんが、ビッグボスと同じようにいい時も悪い時も成長を信じて見守り続けるということが私たちファンにとっては一番大切なことなのかもしれませんね。期待しかない。ここまで清宮選手の課題について見てきましたが、実際昨年の活躍に一喜一憂することなく、今年も柳田選手と共に自主トレに励んでいた様子から見ると、来シーズンも期待しかありません。また日本ハムの新本拠地となったエスコンフィールド北海道は比較的ホームランが出やすい球場とも言われています。球場ごとの影響度を測る指標のパークファクターで見ると、去年までの本拠地だった札幌ドームはパークファクターが 0.74 とパリーグの中で最もホームランが出にくい球場でした。ちなみに村上選手のヤクルト神宮球場は 1.44 と12球団で最もホームランが出やすい球場ということがわかります。札幌ドームは両翼 100m に加え中堅 122m、 日本屈指の広さを誇っていたばかりか、外野フェンスも 5.75m と高く、これが今季フェンス直撃安打10本以上に及んだ清宮選手の本塁打数に少なからず影響を及ぼしていたと言われています。しかし新球場は左翼 97m、 右翼 99m の非対称に加え、フェンスの高さも低減、特に右翼フェンスの一部は2メートル前後と低いため、左打者の本塁打が今季に比べ激増する可能性があります。昨年のフェンス直撃数から見て、
それらがもしホームランになっていたらということを換算したデータによると、清宮選手は13本のフェンス直撃があり、これが全てホームランになっていると、打点も15点増えていたということになるのです。もしこれが成績に直結してくるとしたら、清宮選手が早い段階で調子よくホームランが出始めれば、課題のメンタルも安定して、さらにいい相乗効果を生み出してくれるかもしれませんよね。プロ6年目ということで、高卒ルーキーとして成長を見守る目から、徐々に周囲の見る目も厳しくなってくるところ。注目を集める選手なだけに、結果の出る出ないで様々なプレッシャーにさらされることも多いと思いますが、清宮選手にはそういったプレッシャーも跳ね飛ばして、昨シーズンを上回る飛躍を期待したいですね。特に日本ハムは昨シーズン最下位からの巻き返しを図るところなので、若いチームを牽引する力として、清宮選手にはその旗振り役としての活躍を期待したいところです。いかがだったでしょうか。今回は清宮幸太郎選手の2022年の成績、データをもとに2023年シーズンの展望について考察してきました。あなたは来シーズンの清宮選手はどのくらい活躍できると思いますか。よかったらぜひコメント欄で教えてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。